ハロー YouTube!、えー、今回はですね、JAXA がですね、えー、日本のね、JAXA、宇宙機関の JAXA がですね、えー、先日打ち上げた、えー、H2A ロケットで打ち上げた月探査船スリムですね、えー、こちらの方が無事月面着陸を成し遂げまして、えー、またですね、えー 搭載していたレブレブ2といたとうです、ね、小型月面ロボット、こちらの方がですね、スリム自体を撮影して地球に送ってきたということで、こちらについて解説いたしたいと思います。あの、たくさんの人たちから解説してくれと言われてたんですけれども、あの着陸は成功したんですけれども、その詳細分析の発表がまだ JAXA からされてなかったので、まあ、今解説してもですね、 しょうがねえだろうということで今日まで待っておりましたが一通りのデータ出てきましたので解説したいと思います。今回のですね月面着陸国で言うとですねソ連旧ソ連ですねアメリカそして中国インドについて5国目となります。日本ですねこれまで月周回の撮影月観測衛星の家具やね 月面の様々な場所のですね、撮影データを、えー、地球に送ってきている家具やあ、その後ですね、えー、月に激突,、えー、激突するですね、えーまあ、宇宙船、こちらの方はですね、えー、ちょっとうまくいかなかった、着陸できなかったんですけれども、えー、そしてですね、民間宇宙船アイスペースが打ち上げたやつですね、こちらの方も失敗されたということで、 えー、ついに3度目の正直ということで JAXA が成功させました。しかもですね、今回の探査機のポイントというのはピンポイント着陸というのが非常に大事な技術でございます。100メートル以内の誤差で着陸をする。まあ実際55メートルぐらいの誤差だったらしいんですけれども、見事ですね、ほぼ狙ったところに着陸ができたということで、こちらは素晴らしい成果だと思います。 あの月はですね地球と違って大気がありませんのでえ再突入時にめちゃくちゃこうねあの大気とのこう断熱圧縮って言うんですけれどもまあ大気にこうぶつかってですねあの燃えていくね熱どんどん表面の温度がどんどん上がっていくんで耐熱シールドが必要だったりしますがあと突入角度もですねあまりあの突入角度が浅すぎるとですねまさにあの 川とかであの石をこう飛ばしたりとかするじゃないですかあの跳ねるみたいな感じで飛んでいっちゃったりとかするんであの突入角も深すぎると今度燃え尽きちゃうし浅すぎると飛んでいっちゃうしなかなか難しいんですがあのそういう難しさはないんですが逆にこう大気圏に出たら地球の場合パラシュートとかを開けばですね減速されますが で、ふわふわ降りてくるんで、ピンポイントに着陸することも、まあ、パラシュート、あの、パラセーリングとかの技術使えばできるんですが、えー、あるいはグライダーでもいいですけれども、えー、そういうのがですね、月の場合はできないので、まあ、あの、減速しながら、要は一回月周回軌道に入って、そこから、えー、徐々に、 え、減速をしてですね、着陸をしなきゃいけないということで、この辺がかなり難しい技術になってきてます。特にですね、月の表面は、まあ地球みたいに海があるとですね、いいんですけれども、月の表面、凸凹したところが多いです。あの、ほとんど、まあクレーターがあっても風化しないんで、そのままクレーターのままになったりとかしてるので、凸凹しているということ、なかなかね、ピンポイント着陸が難しいとされております。 斜面にね、着陸したらですね、倒れちゃったりとかするんで、今回のスリムはですね、倒れることを前提に作られております。えー、ということでですね、えー、無事ね、50、高度50メートルぐらいまではですね、かなり高精度で、えー、ほとんども狙った場所に着陸する予定だったんですが、 スラスターという、まあちっちゃなロケットエンジンだと思ってください。二液式ですね。ヒドラジンとかを使って、ヒド,ヒドラジンと多分4酸化ニチ素ですかね。えーまあ、混ぜたら燃えるみたいな、えー、燃料があるんですけれども、これを使って、えー、これがメインスラスターって言って、その減速するためのスラスターですね。これが2つついてます。 で、あと、えー、10機ぐらい、あの、姿勢制御用のちっちゃなスラスターがついておりますが、今回ですね、50メートルぐらいの地点で、この、えー、スラスターのうち片方がもげて、あの、月に落下してるのが、月面に落下しているのも自分のカメラで、えー、落下してる、その落下していくノズルがです、ね、ノズルというかスラスターがですね、えー、見えてます。写真に撮られてます。 ということで、まあ、何の原因でそのスラスターがもげたのか分かりませんが、こちらの方はですね、三菱重工製ですかね、の、えー、セラミックスラスターという部品でございます。えー、これ何かっていうと、普通スラスターって、えー、金属で作ります、えー。普通のロケットエンジンの、えーまあまあ、ロケットエンジンの場合は、まあ、スラスターってロケットエンジンのことなんですけど、ちっちゃいやつをスラスターって言うんですね。 で、まあ僕らのエンジンもそうですけど、通常金属で作って再生冷却という、まあ要は燃焼室をラジエーターみたいなもので覆って、そこに燃料を循環させて冷やすと。それによってあの金属が溶けないようにするっていう、大体ねスラスターの中の温度って3000度ぐらいになるんで、あのすべての金属溶けてしまいますので、溶けないように周りに液体を循環させて冷却して、えー 生損しないようにするっていうシステムを取ってますが、まあそう、それをやると重たくなるんで当然ながら。で、月着陸船って、あの、あれ、乾燥重量で200キロ台ですよ。だから200キログラム、え、あのでっかい H2A ロケットで、あれ多分ね、静止軌道でも多分2トンとか4トンとか打ち上げられるような、あのロケットなんですけど、静止軌道で2トンとか打ち上げられるのに、 えー、月にはたった2 0 0ラムまあ、もちろん推進剤も入ってるんで、もうちょっとあると、まあ、1トンまではいかないと思います。5 0 0ラムぐらいはあると思いますが、えー、それを月周回軌道に送り込むだけでもかなりの、ね、あの H2A ロケットでたったそれぐらいしか持っていけないわけですよ。だから、もう削れるところは削りたいということで、今回セラミックを使ってます。 まあセラミックだと、えー、3000度にも耐えられる耐熱セラミックスってあるんでそれを使ってるんだと思いますが、えー、この実はセラミックスラスター2回目の使用です1回目まあちょっと使用は変わってると思いますけれども1回目はですね金星探査機の暁というところでもう10年以上前ですかね使われておりまして実は、えー、これも H2A ロケットで打ち上げられてますが、えー、実はこれエンジン トラブル起こしてですね、今トラブルシュート中ですかね、えー。まだ一応生き残ってはいると思うんですけれども、まあ一緒に打ち上げられたのがソーラーセール実証機のイカロスなんですけれども、イカロスはうまくいったんですが、金星探査機の暁はこのセラミックスラスターが故障して、えー、トラブってます。つまりこのセラミックスラスター2回とも 回回打ち上げててとも失敗してますっていうことですとこであ失敗じゃないですけど、まあ、かなりやばいとまあそれぐらい難しい技術はあるんでしょうけれども、うん、まあ僕らが見てる限りまあ暁がどのようにトラブったのか知りませんけれども、えー、知りませんっていうか誰もわからないですけども月探査機と同じようなもげ方をしてるのかもしれないです。 でも根元からもげてるんで燃焼室ごとノズルだけ吹っ飛んでるとかじゃなくてもう燃焼室ごともげてるんでまあ僕らの経験則からすると本当に僕らが15年前とかにやってたロケットエンジンの失敗にすげえ似てんなと思ってまあ燃焼室内で異常燃焼してまあスパイクっていってドカンとまあ爆発するみたいなちっちゃな爆発が起きて フランジっていう,こうつないでる部分のボルトとかが多分壊れるぐらいの爆発が起きたんじゃねえかなみたいな話をしてましたが何が起こったのかはまだこれからの分析にえーの発表を待ちたいと思いますがとにかくこのセラミックスラスターがもげたのがえちょっと誤差が出た原因だし。 まあ実際今回倒れ,倒れること前提に設計されてるんですが倒れ方が逆に倒れたみたいな感じで、えー、光が太陽電池パネルにあの当たってなくてなのでえっと中継多分見てた方々はもう何か着陸しましたって早々にもう何か,か誰もいなくなったみたいな感じだったのはそのもうプロジェクトマネージャーの人たち含めてですね7時間か8時間ぐらいしかバッテリー内蔵バッテリーで動かないのでその間に。 レブ1、レブ2から、えー、もうなんかいろいろやんなきゃいけないし、そのスリム本体もなんとかね、あのカメラとかの映像とか、落ちていくときの、降りていくときの映像とかも取り出さなきゃいけないということで、めっちゃみんな慌てて、頑張って7、8時間でデータを取り出したんだと思います。なので、めちゃくちゃみんな焦ってたんだと思いますが、えーまあ今あの、バッテリーと切り離してですね、休眠中になってます、本体は。 で、レブ1、レブ2は動いていて、えー、レブ2、まあこれタカラトミーが開発した月面超、ね、世界最小のですね、月面ロボットって言われてますけれども、こちらの方で撮影した自撮り写真ですね、スリムの。えー、こちらの方が、えー、レブ1経由で、えー、地球に電波で飛ばされてきたということで、無事こちらの方は成功しているという状況です。で、えー、スリム本体の太陽電池問題なんですけれども、月はですね、えー えー、14日で、えー、1日っていうかまあ1月っていうんですかねよく分かんないですけれどもあの日が、ね、太陽が昇って降りるのに14日間かかるんですけれども、えー、月のその日の日日日入りがでですすねね3月1日か2日ぐらいなんです、ね、でそうすると、えー、実はこの太陽電池パネルはどうやら西側に向いてるということで、えー、いわゆる西日ですね、えー、が、まあ、3月、まあ、2月末から3月 1>, 1日とかそれぐらいの頃に当たってくれれば当たる可能性はかなりあるということでそうすると、えー、バッテリーが太陽、えー、電池パネルがですね、えー、機能してバッテリー充電されてスリムのデータがいろいろまた使えるようになると、えー、そちらはかなり期待したいなというふうに思ってますあのー、まあこうカメラで撮ってその分光系っていうんですかね、えー、光の ね、反射とかで、えー、石の、えー、性質を見たりとか、えー、成分分析ができたりとかするようなあのメカとかも積んでいるようなのでさまざまなあ成果が期待できるんじゃないかなと思いますしこちらのこのスリムの技術が何がすごいかっていうとですねこのピンポイントで着陸することによって月の資源探査が、えー、ちゃんとできるようになるってことですね。 で月の資源探査というのはですね、まあ、今一番メインで考えられているのが月の北極と南極こちらの方ですね永久影といってえー、まああの太陽が全く日が差さない部分があってでそちらにあるクレーターとかそういったところにですね永久影というのがあるというふうに言われていてそちらの方にですねどうやら氷の形で水があるんじゃないかと。 いうふうに言われておりまして、これを採掘して、太陽電池で、えー、電気分解したら、水と二,二酸化炭素、あ、ごめんなさい、水と酸素ができますので、燃料にしたり、飲用水にしたりとかですね、えー、そういったことができるということで、月面基地、そういったところに作ったらいいんじゃないかということが言われております。まずは多分無人プラントでしょうけれども、まあ、それをやるためにはピンポイントで着陸する必要があると。 月はですね、空気ないんで飛行機で遠くに飛ぶこともできないし、月面をただローバーとかで行くしかないんだけれども、それも限界があるわけで、えー、数キロメートルだったらいけると思いますけど、何百キロとか多分無理なので、やっぱりピンポイントで着陸する技術ってのは非常に大事なんですね。その技術を日本が初めて、JAXA がですね、初めて、えー、成功したということで、これはもう快挙と言わざるを得ないでしょうと。 まあ百点満点とはまではいかいきませんでしたけれども僕はもう八十点九十点あげてもいいんじゃないかなというような成果でございましたおめでとうございましたということでいってらっしゃいドコモ au ソフトバンクどれでもつながるポリエの Wi−Fi タイ韓国アルバニアどこでもつながるポリエの Wi−Fi ポリエの Wi−Fi でいってらっしゃい 堀江フ文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しておりますえ皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください月額円どうインターステラテクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております